町田野市のカエルの会代表の川島ひろみです。長時間ですがお付き合いください。では主催者スイートマムの漆原由美からご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。浜北区本沢井で自然食品店スイートマムを営んでおります漆原と言います。本日お忙しい中スイートマム10周年記念講演会にお越しいただきありがとうございます。田中優さん、馬場敏子さん、貴重なお時間をいただきありがとうございます。スイートマムは10年前の2001年10月、夫と本物の美味しいものを商いして、おじいちゃん、おばあちゃんになってもお客様と一緒に笑顔でここにいられるようなお店にしようねと言ってスタートしました。それから10年経った2011年は日本国内だけで思い返しても、東北関東大震災、福島原発事故、台風、洪水などの痛ましい災害や事故の連続、そして4月には私の大切な夫と大切な父が突然同じ日にあの世に旅立ってしまうという、個人的にも辛い出来事でいっぱいの年となってしまいました。希望を見失い、未来に進む力をなくしかけていた私の背中を押し、新たな一歩を与えてくださった皆さん、10年もの間スイートマムを支え成長させてくださり本当にありがとうございます。これまで一緒に歩んできた夫の姿は見えなくなってしまいましたが、私に生きていく糧をいくつも残してくれました。懸命に日々の生活を重ねているたくさんのお客様、地元で無農薬無化学肥料で真面目に野菜作りに取り込んでくださる農家の方々、自然食品のメーカーさん、迷った時にいつもそばでアドバイスをしてくださる同業者の方々、スイートマムを盛り上げてくれるスタッフのみんな、大人になった子どもたち、7ヶ月前の4月17日、田中優さんがここで、2011年3月11日は文明の曲がり角、今日からより良い社会の仕組みを作りましょうとおっしゃいました。今日は皆さん一緒に希望を食べましょう。希望に満ちた笑顔いっぱいの明日は必ず待っていると私は信じています。今日の出会いを大切に一日どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速講演会の方に移らせていただきます。田中優さんは地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などのさまざまな活動をされています。 3.11 以降は原発の講演がものすごく多いと思うのですが、優さんの魅力は原発の話だけではありません。どんな困難な問題も力強い言葉が私たちの言葉に響くんだ、心に響くんです。今日はどんなお話をいただけるのかとっても楽しみです。ではよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。田中優と言います。今日はですね、タイトルは目を背けなければ答えは出せるというタイトルで、今日本中、僕はたまたま講演会のおかげであちこち回ることができて、あちこち見に行くことができるので、最初はまず原発の話をしますが、その後は各地で解決策を見出している人たちがたくさんいるので、そういったことを紹介していきたいというふうに思っています。画面いいですか。福島原発の話から始めていきますけど、福島原発が今どんな状態になっているか、1億ベクレルの放射能がいまだに1時間あたりで出ていてというようなことはもちろん、そしてまた終わっていない事故なので、まだまだ危険性はたっぷりあるということはあるんですが、今日はちょっと別な角度からお話をしてみたいんですけども、今から10日ぐらい前だと思いますが、
原子力安全委員会の方が今回の事故の試算を出したんですね。で、結論的には電気料金を 1.2 円上げる程度に過ぎないというふうな結論を出してきたんですが、それで全体の被害額としては 7.5 兆円って試算をしたんです。ところがですね、この 1.2 円で 7.5 兆円の中には除染の費用が入っていないんです。つまり汚染された地域は汚染されたまんまにするという数値になっています。で、これが今回の汚染の状況ですけど、この青の濃い部分、この辺はですね、だいたい1年暮らすと1ミリシーベルトを超えてしまう。つまり今日本の基準では1年間に1ミリシーベルトのまでの被曝しか認めてませんから、住むのに適さない土地ということになります。それに伴ってですね、とても悲惨なことが起こってしまった。この千葉県のところ、柏市とか松戸市とか、そういったところにホットスポットと呼ばれる放射能の高い地域ができた。で、そこに住んでいた小さなお子さんを抱えているお母さんが、ここには住んでいたらちょっとまずいということで他の地域に引っ越した。で、しばらく経ってやっぱりもう戻れないなというふうに思って売ろうとすると売れないんですよ。日本人の資産というのはほとんどみんな不動産にしてます。例えばそこで1億円でやっと買った土地だったとしても、今じゃ1000万でも売れない。そうするとその人は9000万円の大損をしたわけです。ところがそれは賠償されないんですよ。で、こんなことをやってしまうとですね、要は経済を壊しちゃうことになります。銀行が金貸すときってその人の資産価値を見る。で、その人の資産価値って結局不動産だけを見てます。で、そうするとその不動産がただ同然だったら貸し剥がしますね。今まで2000万貸してたけど、あなたの土地はもう1000万の価値しかなくなったから500万しか貸せないよということで、その貸したお金を回収にかかるということになっちゃいます。で、だからこれは実は、7.5 兆円の賠償額というのは日本経済そのものを根本から壊す、計算になってしまっている。そしてその中に出てきた事故の確率というのが1万年に1回から500年に1回というふうに書かれているんですが、一番短い方、実は厳密に計算すると500年に1回じゃなくて476ロ年に1回、年じゃないんですよ。476ロ年っていうのは何かというと、原子炉を1年間動かした時が1ロ年です。ということは日本には54基の原子力発電所がありますから、476ロ年を54基で割らなくちゃいけないんです。そうするとなんと日本の原子力発電所の事故の確率は 8.8 年に1回です。ですから子どもが小学校に入ったら中学校を卒業するまでには次の事故が起こるというのが日本だということになります。そしてですね、じゃあ皆さんが今ここはあんまり汚染されていない地域だから不動産価値下がんなくてよかったねと思うかもしれないけど、実はここの地域は買うと損になる土地になりました。なぜならば今後汚染を起こす土地だからです。柏とか、松戸とかはもうすでに値段が下がりましたから今後上がるしかないですね。ところがこちらの地域は今後落ちる土地だから買ったとしてもまた事故が起こればいずれ汚染される土地になります。そうするとですね、買うんだったら今柏や松戸の方がいいというような構造になってしまう。これはいかにも馬鹿げてますね。こんな馬鹿げた構造を、今回の試算は出してしまっているわけです。なんでこんな数字になっているのか、実はこれ 1.2 円の方が先にあって、そこから計算していったからですね。 1.2 円程度までにしようと。で、それでやったら 7.5 兆円までしか入れられなかったから、じゃあ除染もやめちゃえっていうような形でやった。こんなことを、こんなデタラメな計算をしてまで原子力をする必要があるのかと非常に疑問に思います。そして、日本ではどうも未来を考える人がいないようで、短期的な利益しか考えないようで、今回の事故もなるべく過小評価したいわけですね。
で、それでこんなに汚染されているのに大丈夫だ、平気だ、そして駅伝までやりましたね。皆さんチェルノブイリでマラソンがあったら行きます？普通やらないと思うんですが、そんなマラソンまで福島でやっちゃったわけですけど、大したことないって言ってます。だけどこれが大したことないんだったら、こっちの右のグラフ、大気圏核実験の時の放射能の、汚染値なんですね。一番最大の年で、ヨウ素じゃないセシウムの137ですけども、それについて2300ベクレルの放射能が降ったんですね。今回この青いエリアは6万から10万ベクレルです。ということは、これが大したことないんだったら大気圏核実験なんて毎日やってもらって構わないですね。中国に解禁してもらったらどうですか。どんどん核実験やってもらったってこんなにはいかないですから。だからね、もし大気圏核実験が問題なんだったら、今回のは大問題なんです。そしてこの放射能についての影響、直ちに影響の出るレベルではないとばかり言ってるんだけれども、もともと直ちには出ないんですね。広島長崎並みで焼き殺されるレベルであればすぐに出ます。ですけどそれ以下だと後からしか出ないんです。で、1ミリシーベルトは安全な値だってよく言われてるけど違うんですね。1ミリシーベルトは後に10万人浴びたら 5.5 人がん死者が増えるというのが1ミリシーベルトの値で、どの人が当たるか分かりません。たまたま偶然に当たって死んでしまった人がいる。その人を、病理解剖したら放射能のせいだって立証できるかというと、これは不可能です。ですから残念ながらその亡くなった人は賠償金得られない。で、医療費もせっせと自分で負担しなければならないことになります。ですから直ちに影響の出るレベルではないというのを安全なレベルだというふうにもし勘違いしてしまったとすると、後にとても悲惨な事態に遭う。原子力じゃない放射能の影響というのは常に確率的影響で、10万人あたり 5.5 人1ミリシーベルトで、じゃあ10ミリシーベルトだったら55人、100ミリシーベルトだったら550人という形で、放射能に安全なレベルはありません。常に浴びた量に比例して後にがん死者が増えるという形になってます。これが日本政府の採用している ICRP 国際放射線防護委員会というところが決めている基準です。ところが実はそれだけじゃないんですね。このがんの話ばっかりしてるけど、実はそれ以外に影響が出るんです。体の中に汚染物が入ったんですから、一生懸命それを体の外に出そうとする、浄化しようとする。それは肝臓腎臓ですね。だから肝臓腎臓がやられるんですよ。で、そして高血圧、糖尿病、特に多いのは心臓病です。なんで心臓病が増えるかというと、心臓の細胞ってほとんど変わりません。一生ものです。生まれた時から一生ずっと使えます。その変わる確率は1年間に 0.25% ですから、 100% 変わるまでに400年かかる。とてもじゃないけどそんなに長生きできないわけですが、それぐらい一生もののものなので、放射線によってその遺伝子が壊されてその細胞が死んじゃった時、そこには穴が開いてしまうことになります。で、その心臓に穴が開くこと、こういう病気がやたら増えたことを、映画にしたのがチェルノブイリハートというものなんですね。これチェルノブイリで頻発する心臓病の話なんです。で、これはだから危険です。すでにもう一部出始めてます。で、そういうような事態が起こりかねないので、気をつけなくちゃいけない。しかもですね、日本は食べ物について500ベクレルまで大丈夫だというふうにしてるんだけど、これ、チェルノブイリのデータで見ると病気が急激に増えるのは体の中の放射能が1キログラムあたり11ベクレルを超えた時点なんですよ。で、基準値のやつを1年間毎日食べても大丈夫だってまた、
福島に出かけていた山下先生、そしてその周りの先生方言ってますけど、とんでもない。1年間も500ベクレル食べてたら、当然体って食べ物でできてますから、どんどん500ベクレルに向けて登っていくことになりますね。たかが11ベクレルで影響が出てしまうのに、500ベクレルのものを食べて安全なはずがないというふうに思います。しかもこの被害は圧倒的に子どもに出る。僕は今54歳なんですが、大雑把に55歳と見ます。そして僕が癌で死ぬ時には、放射能のせいで死ぬ時には、0歳の子供が310人死んでます。圧倒的に子供を襲うんです。なんでかというと、我々の体の中、細胞の中には二重らせんの DNA 遺伝子が入ってますね。これ1本切られちゃったとしても、もう1本残ってると、それを鋳型にしてもう1本復活できます。これが我々の体の免疫力です。ところが子供たちというのは四六時中細胞分裂をするので、それが1本にほぐれるんです。そしてもう1本作ろうと、それを鋳型にしてもう1本作ろうとするんですが、その1本になっちゃった時にちょん切られちゃったら復活できませんね。ですから細胞分裂が多い人ほど影響が大きい。その結果子どもたちに圧倒的に被害が出るという形になるんです。しかもその放射能が例えば、外にあった場合、これが放射能だったとすると、立たないですよ。四方八方に放射線が飛んでます。で、僕に当たるのはこの角度に飛んできたものだけが被爆をさせますね。だけどこいつを飲んじゃったら体の内側から打たれるので、どっちに飛ぼうが全部当たりますね。だいたい被害は数百倍から千倍ぐらい大きくなる。で、しかも子どもたちは数百倍また、被害を受けるわけですから、そうすると、外から浴びている時と比べると、子どもの場合数万倍というようなレベルで被害を受けることになってしまう。だから危険なのは内部被爆です。食べ物の中に汚染が入っていたとしたら、それを避けること、これが重要ですね。ところがね、この間馬場さんも調べてくれていて、で僕もですね、その放射能を調べた値というのが実はインターネットにいっぱい上がっているんで、それを丹念に見ていきました。その中で分かったのは、汚染されている食物は少ないということです。汚染されていないものは、実は野菜は当初セシウムを含んだホコリをかぶって汚染されましたが、その後の野菜は根からほとんど吸い上げていません。だから今のキャベツでも、ほうれん草でも、ブロッコリーでも、カリフラワーでも、大根でも、カブでも、わさびも汚染されていません。実は僕、菜種が汚染されてないって気づいた時に、これは良かったと思ったんですね。というのは菜種は油中で、日本人が今食べている野菜のほとんどは今言ったやつ全部油中の植物なんですよ。だから油中の植物が根から吸い上げて汚染しないんだということは、それはとっても良かったっていうふうに思いました。そして逆に汚染されているものはかなり限定されています。例えば微生物が放射能を栄養と間違えて集めた、それを小魚が食べて濃縮した、大魚が食べてさらに濃縮した、そういう生体濃縮を起こすもの、肉、卵、魚、牛乳、こういったものは汚染される可能性があります。でも牛肉は汚染されてましたけども、あれ実は福島で作った稲わらを餌に与えてしまった肉が汚染されたんですね。で、それ以降はどんどん減ってきてます。というのはいいことじゃないですが、配合飼料を与えてるんですよ、アメリカ産の。で、アメリカ産だから、汚染が入ってないので、その後の放射濃度はずっと下がってきた。もともと配合飼料ばっかり与えている、牛、豚肉、鶏肉、卵、こういったものは汚染がほとんどないという状況です。で、その中でとりわけ今問題なのは魚です。魚はまだ上がると思いますが、数万というようなレベルまで汚染上がっていってます。その汚染のひどいものから順に言うと、
川魚、次が海の底にいる魚、その次が泳ぐ魚という順序です。なんで川魚高いか、栄養が少ないところにいるので一生懸命集めたがる。しかも鮎が特に高い。鮎がなんで高いかというと、鮎は苔を食べますね。苔というのは特殊に放射能を集める作物だからです。作物じゃないな、これは自然界の食べ物にはほとんどしません、苔で。そしてそのおかげで、汚染度が高くなる。でそして、放射能の流した放射能の量、莫大ですね、5強ベクレルぐらい流しましたけど、でそれがほとんど金属質が多かったので、みんな下に積もっていったんです。だから底魚が汚染される。ただし海流の流れのおかげでかなり救われました。福島で流した放射能は千島海流という冷たい流れが北海道側からぐっと押してるので、みんなそのまま南下します。そして犬吠埼の先端、そこは茨城県と千葉県のぶつかるところですが、そこで黒潮にぶつかってハワイに持ってかれるんです。だからハワイの方が汚染されていくというような構図に今なっています。でそして、もう南洋諸島の方にゴミが届いたそうです、今回の津波のゴミがね。ですからもう向こう側にどんどん行くという状況になっています。ですから汚染のひどいのは特に福島沖と茨城沖、ここの産地のものは避ける、もしくは値を測った安全なものを食べるという対策が重要です。それ以外の地域は意外なことに汚染は少ないです。三陸沖、北海道、日本海、九州、四国、そしてこの、伊豆半島より西側の方は汚染はほとんどないというような状況、というか地球全体の汚染レベルというところにとどまるかなという感じです。そして特殊に集めるのが苔、そしてキノコ。キノコは特に危険です。特にシイタケ、そしてナメコ、こういったものがやたら集めますから、シイタケだけは本当に産地を選んでほしい。それともう一つは葉っぱの硬い植物がよく集めます。竹、笹、稲、こういった葉っぱが手切れるほど硬いやつ、それはよく集めてます。ですから来春になったらタケノコ要注意です。そしてあとチェルノブイリとかではブルーベリーとかそういうのが非常に集めたんですが、日本ではあまり馴染みのない作物なので、まああんまり、食べることはないかなというふうに思いますけど、あと柿とかリンゴとか梨とか、果物、栗、梅、お茶、こういったものが集めてますけども、これらのものは、農水省の調べによるとお茶は根っこから吸収していないというんですね。ということはどこから来たの、3月の時点ではまだ新緑なかったですね。新緑がない時点に放射能が降ったということは、あの枯れ木状態だった幹とか枝とかについたんです。それが雨と一緒に流れていって、果物ってそこからぶら下がってるじゃないですか。その茎を経由して実の中に入ってしまったようです。でそれらのものは、一応放射能は要注意ではあります。ただし、来年以降はどんどん減ってくるということになると思います。そしてあと部分的に集めている作物としては米の胚芽、麦の麦芽。麦はですね、真ん中に麦芽があるんで残念ながら取り去ることが困難だから、チェルノブイリの時にはイタリアのスパゲティとかパスタがね汚染されたのはそういう事情ですね。で汚染地域の例えば米もらっちゃったどうしようという時ですが、基本的には胚芽部分に集中しているので白米にしてください。そしてきちんと研いでやるとほとんど流れ出ます。ですから白米にして食べればほとんど大丈夫なレベルになるという状況ですね。チェルノブイリでは、胚芽の部分に 93% が、集中していたというデータが出てますので、白米で食えばいいということになるかと思います。でもやっぱり本当は玄米の方が体にいい。玄米選ぶんだったら産地で選ぶか放射能の値で選ぶかすることが大事だ。
それ以外の野菜は基本的に大丈夫ですので、そういう野菜は、何も怖がらずに食べていただいて大丈夫です。基本的に10ベクレルを超えたなんていう例はないですから。しかもほとんど泥の部分についているので、泥を洗い落とすとほとんど検出されにくいです。で、そしてですね、というわけですから、我々が怖くて福島さん食べられない、野菜であっても大丈夫と言われても食べられないっていう事態を起こしたのは日本の甘すぎる基準なんですよ。500ベクレルなんて甘い基準だから安心して食えないんです。風評被害を作ったのは日本政府です。人々ではありません。ですから我々これまで通り気にしながら食べるというのが大事で、日本政府にもっと厳しい基準にしろ、できれば5ベクレルぐらいに下げろという要求をしていくべきだというふうに思います。さて、その食べ物についてこれ自衛策ですけども、もう一つ自衛策ありますのでね、何かというと10万人あたり 5.5 人に選ばれなければいいわけですね。免疫力の高い人は 5.5 人に選ばれにくいですから、免疫力が高い方がいい。どういう人が免疫力高いか、ご機嫌に生きてる人なんですよ。きっぱりはっきりすっきり生きてる人の方が免疫力高い。常に前向きな人の方が免疫力高いので、逆にもうダメだよ絶望だよとか言ってる人の方ががんになりやすい、 5.5 人に選ばれやすく神に召されやすいタイプになりますから、なるべくそういうふうに生きない、前向きに見ていくっていうことが大事だと思います。だってここまで話したところだってだけだって、例えばこれまでね、食べ物は全部危険だと思ってた人にとってみたら、あ、なんだ、汚染されているものだけ避ければいいんだって分かりますでしょ。だから目を向けていくことが大事なんですよ。放射能の値が怖いから見ないんじゃなくて、何に出てるかきっちり見ようということで見ていけば、何もかも汚染されたからダメだなんていう必要は毛頭ないということになります。そしてあと、この放射能に当たって、放射線が当たってがん化するときって、これフリーラジカル反応といいまして酸化反応なんです。ということは抗酸化物質が効きます。だからゴマのセサミンとか、ああいう抗酸化物質が効くんですが、抗酸化物質は何に多いか、緑黄色野菜です。なんで緑黄色野菜に多いのか、基本的に日に当たってる作物なんですよ。で、お日様の中には肌に悪い紫外線、これ肌に悪いだけじゃなくて遺伝子壊すんです。だから日に当たってる植物はそのまんまだったら遺伝子ボコボコに壊されて枯れちゃうわけですね。だけどそうなるわけにいかないから、必死に元に戻す物質を作るんです。それが抗酸化物質です。ですから日に当たってる作物は基本的に抗酸化物質が多いので、これをなるべく取るというのも自衛策の一つ。ただできれば錠剤とかやめてもらって、ちゃんと野菜で取るというのが大事です。しかもきちんと作った野菜というものは、よく無農薬だと虫が食うなんて言ってますが、あれ間違いです。きちんと育てた野菜は虫に食われたくないので、虫を退治する物質を出します。リグニンみたいなものを出して、でそれのおかげで虫を撃退するんですよ。だから強い野菜は虫に食われません。でそういうものを作っている農家を支える、もしくは自分で作る、そういうのを選ぶというのがやっぱり大事ですね。でしかもそういった野菜は面白いことに、まず栄養価が今栄養価ってなんと戦後直後と比べると半分以下でしょ。それが元の通りなんですよ、戦後直後と同じで。そしてなおかつ微量元素をたくさん含んでいるので、そのおかげで非常に体を強くする。子どもたちの体なんか正直で、今子どもの体温が低くて低体温症とすっごく多いんですけども、この低体温こそ病気の温床ですから、そのきちんとしたものを食べると体温上がります。で僕の友人がそれを九州でやってましてね、でそしたらその子どもたち低体温症がほとんどゼロになって、で冬になっても誰も休まない、でそして休んだ子どもも1日で回復して出てくるっていうような状態になってました。
ですからやっぱり食べ物大事なので錠剤なんかに頼らずにいいものを食べてほしい。そして、医師たちは否定するんですけれども、ラットが長生きした、放射能を浴びせたんだけど長生きしたというデータもあります。でこれ医師たちが否定する理由は、それ人間じゃないじゃないかというふうに言うんですね。でも人体実験できないですよ。ということは医師たちに任せていたら1000年経っても解決しません。だからここでは僕こういうふうに考えてます。自分はラットに体質が似ているというふうに思う人だけ信じればいい。でそのラットについて調べてみると、まず効果があったのは乳酸菌ですね。あの乳酸菌って種類が多いんです。で調べられた乳酸菌はことごとく効果ありました。だから多分乳酸菌全部かなとは思うんですが、まだ一部しか調べられていません。ただその乳酸菌は、与えたラットは放射線を浴びても長生きしました。だからぬか漬けとかいいですね。ぬか漬け乳酸菌ですからね。でそしてあと麦芽飲料もこれも効果があって、実にラットが 34% も長持ちしたんですね。でその与えたものはビールです。ビールで 34% だったら毎日3杯飲めば 100% じゃないか。いやそういう計算にはなりません。いくら飲んでも 34% 止まりです。そういう麦芽にも効果がある。で特にビール酵母を使ったやつにも効果があって、エビオス錠って言いましたかね、あれもあの効果があったという学術論文出てました。それとあと味噌も効果があったんですが、味噌には差がありました。熟成度の高い味噌、何年も経った古い味噌の方がラットは長生きしました。ですからね、大雑把に言うと、医食同源という考え方を取る、医療と食料は同じ源に走っているという考え方を取る日本とかアジアとか、こういう食べ方が僕はいいというふうに思います。そしてこれらのものは学術データ上出ているんですが、ラットに似ていると思う人だけ信じてもらえば十分です。そしてあともう一つ、ごく最近調べられたデータの中で、ホコリから体の中に入れた分非常に高いことが分かってきました。で実は僕最初からそう思ってたんですよ。というのは食べ物飲み物の 5.5 倍の重さを空気から我々入れているんで、最大の摂取物って空気なんです。でその時には花粉症用のマスクをしてほしい。医師たちまた邪魔する医師っていっぱいいてですね、でそんなの効かないとか言ってますけど効きます。なぜならばセシウムって水に溶けやすいって言われるけど、間違いで水に溶けやすすぎるんです。マイナス116度で反応しちゃうから、常温に出てくるとすぐ反応します。どの水と反応するか、大気中の空気の 1-2% はこれ水分なんですよ。だから大気中に出てきた途端空気中の水分に反応してます。で一度反応したものは2回目反応しません。でそうするとすでに大気中に出てきた時点で水酸化セシウムになり、その水酸化セシウムはホコリと粘土にやたらひっつくという特徴を持ってます。だから必ずホコリと一緒にやってくるんです。でそうやって考えてみると、実際効果あるんですよ。例えば福島のエアコンのフィルターものすごく汚染されてます。車のラジエーターのところついてるフィルター、これもものすごく汚染されてます。そんなものに引っかかるのに花粉症用のマスクに引っかからないわけないじゃないですか。だからもし汚染されている地域に行くとか、あとまたホコリがひどい時にとか、そしてもし福島にマラソンに行くんであれば花粉症用のマスクをした方がいいいうふうに言えるだろうというふうに思います。でこういったところが自衛策で、とにかくまとめて言うと、危険なのは外部被曝より内部被曝。だからこっち側で無神経な食べ方をするとそっちの方が被曝量大きくなりますよ。でそして、一番体に取り入れるのは空気。だから汚染されている空気を吸うときにはマスクをした方がいい。そして次が食べ物飲み物、それらのものは先ほど見たようにごく限られたものです。あと水にはね、実はセシウムは溶けません。ホコリとして入ってきます。
で水道局では凝集剤といってほこりを全部下に落とすんですね。これがすっごく汚染されたヘドロになるんですけど、代わりに水の中には汚染は残りません。ですから基本的には簡易水道ではまれに出ることはありませんが、ありますけども、でも、普通の水道水だったらまず心配いらない。でそして気になるようだったら逆浸透膜という膜があって、そいつをこすとセシウム全部取れますので、そういったところが大事だけど、水についてはそんなに神経質になる必要がない。あと要素もいっぱい出ましたけど、今の時点では6億分の1ぐらいに寿命が短かったんで減っちゃいました。だから今は要素を気にしなくていいです。ただしすでに被爆している人たちは遺伝子に傷がついてますから、後から被害が出るということになります。僕なんかそうですね、東京にいますからね。で東京はかなりたっぷり放射能吸い込まされましたから、でその時に僕はあの他の人の医師たちは効果がないとか言ってたけど、僕は全然気にせずに一生懸命海藻食ってましたから多分大丈夫かな。それ以前に実は40歳以上の人って被害出ないんですよね。だから別に僕は海藻食べる必要もなかったんだけど、だから今の時点で言うとこのセシウムが最大ですから、セシウムだけ気をつけていただくことでいいと思います。ストロンチウムって骨に入ってすっごい危険なんですが、このストロンチウムは1万7千分の1です、セシウムの被曝量に比べて。でプルトニウムは、3号炉の爆発が核爆発だなんて言ってる人も多いけど、おそらく核爆発ではありません。あれは水素爆発の、爆裂反応という特殊な爆発の仕方をしたせいだと思います。温度が低いんですよ。そうすると温度が低いと金属って気体になれないですね。温度が高くないと気体にならないから遠くまで飛びません。だからプルトニウムが飛んでいるのは、原発の敷地の周囲とあと風向きで、飯舘村に降りました。その範囲は気をつける必要があるけど、それ以外の範囲は大丈夫だというふうに思います。ここまでが今日の、放射能の話なんですね。ですからね、放射能についてはとにかく、何が重要なのかって考えると、汚染されているものをきちんと選ばないことが大事。それと馬場さんのところでやってくれているように、その食べ方をですね、やっぱり今土のついたまんま測るんですよ。だからそうすると芋とかに汚染が出るんですね。でも僕は芋は絶対ね、汚染のあるものとないものの差がでかかったんで、これは多分芋を抜いた時に、引っこ抜いた時に土の上に置いたんだろうと思うんですよね。その土の表面こそセシウムに汚染されてますから、だから芋を引っこ抜いた時に土の上に乗せちゃいけなかったんですね。でもそれが置いちゃったんで汚染がついたんだっていうふうに思っています。ですんで、きちんと物を見ていけば対策は可能だというふうに言うことができると思います。そしてこんな被害をたかが電気を生むために作ってしまったわけですけど、世界を見てみるともうとっくにそんな時代終わってまして、2009年、ヨーロッパとアメリカでは自然エネルギーが最も拡大した発電所でした。特にヨーロッパでは新設発電所の 60% までが自然エネルギーだったんですよ。日本では自然エネルギーは高くて不安定で役に立たない子どものおもちゃのはずだけど、世界ではもうその子どものおもちゃに集中してるんですね。どうしてそんなバカなことを、いやおバカなのは日本の側でして、テレビラジオ新聞が嘘の情報ばっかり流すもんだから、世界はもう自然エネルギーに突っ走っているのに日本でだけ出遅れるという状況を作っています。なんでか、その理由は後でちょっと説明します。そしてね、日本は自然エネルギーの敵地でしてね、しかもものすごく機器が優れてるんですよ。自然エネルギーの機器は特に日本製がありとあらゆるジャンルで最も優れたものになってます。例えばね、地熱発電、世界の地熱発電の一番優れたものは全て日本製です。そしてその地熱発電のタービンは4分の3が日本製なんですよ。だから日本は最も優れたものを常に作っていながら
日本では使うことが許されないという状態なんですね。条件にも恵まれてますよ。日本狭い国ですが、海の面積含めると12倍あるんで、海の上に風車を浮かべればいいんです。でそれは来月博多の、博多湾に、九州大学の太田先生が作った風車が浮きますから、それ楽しみにしていてください。でそうするとですね、日本で自給できるだけじゃなくて世界中に輸出ができますよ。電気、地熱だけでも高温の地熱で日本の電気の 30% 作れて、もう一つ温泉発電、バイナリー発電っていうんですが、こっち側で 60% 電気作れますから、実は地熱だけでも今の電気消費の 90% 作れます。日本は本当に恵まれた国なんです。そしてなおかつ日本は標高差が大きい上に雨が多いので、水力発電の適地といってもダムにする必要ないですよ。水力発電の発電量3つをかけただけなんです。水量かける高さかける重力、重力どこでも一緒なので水量と高さで決まるんですよ。だからダムにした場合と、ちっちゃな、階段状の水車を並べた場合と、どっちが発電量大きいか同じになるんですよ。だって水量同じで高さの合計は同じですから。だから水力はダムにする必要なんか毛頭ないです。こういうのがいいですね。これ岐阜に市民が作りました。鉄板を螺旋状に入れてあるだけ、そこに水が落ちていくたんびにカラカラ回って発電するんです。これ3年経ちましたけど、これまで一度もゴミ詰まったことがない。水力発電の一番重要なポイントはゴミが引っかからないことなんですよ。でこれはあの鉄板を螺旋状に入れてあるので、枝とか流れ込んでもバキバキ割っちゃうんです。だから全然平気なんですね。だけどこんなにいい発電、 4.5 メートルの長さで4人家族家1軒分自給できるのに、こんないい発電使うことができないんですよ。この作った電気使えないんです。なんでかというと、皆さん必ず電力会社から電気買ってるでしょ。つまり我々電力会社以外から買っちゃいけないんです。お隣に電気余ってるから隣から買いたいって許されないんですね。でその結果電力会社に売るしかなくなっちゃうんだけど、電力会社は買ってくれない。そしてまた買ってくれたとしてもえらい買い叩くんですよ。そのせいでみんな事業としては成り立たなくなっていってしまうわけだけど、でもねこれ電力会社は高い値段で買ってる電気もあるんですよ。自分の子会社が作った電気高く買い取ってます。あと自分が出資した会社J パワー電力開発株式会社とか日本原電とか原子力関係のとかいうのはわざわざ高い値段で買ってるんですよ。だからありていに表現するならば、電力会社ってどんな会社、僕は越後屋のような会社だと思いますね。お主も悪よのというやつからは高く買い、大嫌いな市民からは買わない、もしくは徹底的に買い叩く、不公正極まりないことをやるわけだけど、なんでそんなことができちゃうか、送電線を電力会社が独占しちゃってるからなんです。ですからね、この送電線をみんなのものにしないといけない。これが発電と送電線の分離、発送電の分離というものです。世界広しといえども、これを電力会社が独占しているのは日本だけ。先進国の全ての国はこの送電線は公共財です。車にとっての道路と同じ、川や海と同じ公共財で、誰が使ってもいいんですよ。そうするとどうなるかというと、市民は自然エネルギーを作ってそれをつなぐんです。で、つないでいいですか、どうぞ、私たちに断る権利はありませんからってつなげます。しかも、あなたの作った電気は自然エネルギーだから私たちは高く買い取る義務がありますということで、高く買ってもらえるから仕事作るんですよ、地域で自分たち でこれが、世界の普通のパターンです。ところが日本でだけはそれを電力会社が独占しているので、電力会社がつながせてくれないというふざけた状態になっています。だけど今回莫大な負債を東京電力抱えまして、
自分で払い切れないから国から金を借りることにしました。つまり国は東京電力に金貸したんですよね。だったら借金の方に送電線取っちゃえばいい。でそうすれば公共財にしていくことができます。一社だけやってどうするかって論議がありますが、東京電力って日本の電気の3分の1作ってる会社なんですよ。だから3分の1取り上げることができるんだから、まずそこから始めればいい。その後は金払って中部電力から送電線買い取ればいいじゃないですか。そういうふうにしていけば公共財化することできると思います。そして僕もう一つ借金の方に取り上げたいものがある。それが広告宣伝費です。日本で1位の広告宣伝費はトヨタが出してます。1050億円なんですけども、電力会社日本中10社あります。しかも電気事業連合会、ニューモみたいな法人があって、それらもみんな広告宣伝費出してるんで、トータルでは2000億円を超えるというふうに言われてます。つまりトヨタの2倍以上なんですよ。でこの広告宣伝費で成り立つのがテレビ、ラジオ、新聞ですね。だから日本のメディアがなんで本当のことを言わないか、それは金で縛られてるからです。一度報道ステーションが3夜連続で六ヶ所村再処理工場の番組を放送しようとした。一晩目流した途端電力会社がやってきて、そしてその電力会社が明日からスポンサー降りるって言ったんですね。で、テレビ朝日は泣いて謝って謝罪文まで出して、それ以降二度と悪いことしませんということで、原子力を否定するようなことは一切報道しなくなった。こういう構造の中にメディアがいますので、日本は大本営発表の戦時中と同じようなものしか報道されないんです。だからテレビ、ラジオ、新聞の情報を信じている人には残念ながら正しい情報は届きません。なぜならばそれは広告宣伝費に縛られてるからです。でもおかしいですよ。皆さん下水道局のコマーシャル見たことあります？清掃局とか見たことあります？ないでしょ。独占企業ってコマーシャルしないもんなんですよ。だって逃げられないんだから、客は。なのに電力会社にだけなんでこんな莫大な金を出させてるの？しかもこのお金痛くも痒くもない。なぜならばこのお金は全部皆さんの電気料金から取ること許されてますから、痛くも痒くもないんですよ。こんなことやってたら日本で本当の情報が流れるはずがない。広告宣伝費なんか禁止してしまって、その金は全部福島の被災者に届けなさいというふうにすべきだと思います。そしてさらにね、もう一つありますね。支配されちゃった事業者なんですが、世論調査がありました。世論調査で 82% の人たちが脱原発を現在要望してます。ところが同じ頃に東京電力の株主総会があった。そこではなんと 89% の株主が原発維持推進だったんですよ。だから我々が 100% 反対しても原発は止まりません。永遠に不滅です。じゃあなんでこんなに株主ってこんなことをやり続けるわけ、どこのドイツだよその株主ということで調べました。生命保険会社ですね。第一生命、日本生命、生命保険というのは生命を危うくするための会社なんですかね。でそれと、三井住友銀行、あと信託銀行、みずほ、こういったところがずらーっと並んでる金融機関ばっかりでしょ。実は金融機関は一番儲けさせてもらっているのが電力会社からなんです。どうやって儲けるか。電力会社って日本で一番信用力高いでしょ。だから信用が高いということは極めて安い金利でお金借りることができるんですよ。なのにわざわざ長期プライムレートで高い金利で借りてくれるんです。だから金融機関一番儲けてるのは儲けさせてるのは電力会社です。でそしてね、これって逆に儲かるんですよ。電力会社って利益のパーセンテージが決まってまして、発電所作れば作るほど儲かるんだけど、現状そこに 3% の利益を乗せて儲けていいということになってるんだけど、この 3% ってどうやって決まるかというと、ここに払った金利とイコールで動くんです。だから彼ら高い金利を払うと利益も同じだけ儲かるっていう仕組みになるんですよ。でそのおかげで金利で勝っちゃったんですね、金融機関も。だから金融機関も支配された。
でも痛くも痒くもないですよ。これだって全部皆さんの電気料金から取ること許されてますから。もう一つ支配したのがゼネコンですね。ゼネコン総合建設会社、その受注元の最大は電力会社でして、でその、電力会社と、利害が一致します。バカ高い発電所作っちゃったらどうしようというと、電力会社あいいよいいよ気にしなくて、うちはそれに 3% の利益を上乗せして取れるんだから高い方が儲かるからという形になっていく。でゼネコンも支配した。そこの下に支配されたやつがもう一つ言います。政治家です。政治家ってのは勝ちたかったら政策協定というのを結んで、そこの組織の票を束ねてもらってくればいいですね。その政策協定で電力会社と、私は腕がもげても首がもげても絶対原発に反対しません丸というふうに政策協定を結ぶと、電力会社の票が入る、ゼネコンの票が入る、金融機関は応援してくれる、でテレビラジオ新聞のメディアの方も協力してくれる、だから勝てる。だからその結果まだストレステストもやってないのに、すでに再稼働を認めちゃった北海道と九州に原発がありましたね。その時に一生懸命旗振ったの知事でしたね。そういう構造です。ですからね、私たちの国は政治家が統治をしている国ではありません。日本は電力会社帝国です。電力会社が日本の最大の統治行為を行っている国です。だからこの構造を変えないとダメなんですよ。僕は25年前のチェルノブイリから脱原発運動をしてきたけども、運動に成功していたらこんな原発事故起こんなかったんです。だから推進した人も反省すべきだけど、反対してきた人も反省すべきなんです。で我々やってきた中で僕は3つ反省すべきだと思う。一つ目は危機感を煽りすぎた。危機感は一時人を引っ張ることはできるけど長続きしないんです。そしてもう一つ重要なのは、我々専門的な話にすぐしてしまっていて、なかなかそのリアリティのある話を届けてこれなかったかと。そして3つ目が仕組みの問題を問うことができなかったことです。やっぱり日本の場合儲けが固定的に得られる総括原価方式という仕組み、その中に今説明した金利、広告宣伝費があります。そして発送電の分離、これらの仕組みを壊さない限り原発は儲かるんですよ。だから永遠に不滅です。仕組みを変えない限りは永遠に不滅だ。だから仕組みを問うようにしていかなければダメだと思います。一方で家庭にもできることがあります。とはいえ僕はライフスタイルって言葉が大嫌いで、努力忍耐が大嫌いです。で努力忍耐は全くしなくて結構です。これっぽっちもしないでいただきたい。そしてですね、なんでかというのをこれからいくつかお見せしますが、一つ目の理由は日本の電気消費の中で家庭の電気消費は 23.4% に過ぎないこと。全体の4分の3以上は事業者が消費しているんです。皆さんのライフスタイルを訴えるのは言葉として美しいですね。私たちの生き方が問題だったんです、私たち悔い改めましょうとかね、そういう講演する人いるけど、美しい言葉なんてこれこっちも必要はない、それは全然現実的ではないからと、現実的な話をすべきだと思います。そして皆さんの家庭の中の電気消費というのを見ていくと、四天王がいるんですよ。冷蔵庫、照明、テレビ、エアコン、この四天王で約半分の電気消費をしています。でこれらの四天王なんですが、どれぐらいこの間節電したんだろうっていう省エネ率ってグラフにしてみると、95年製品を100として全ての家電製品50以下、世界で一番省エネをしたのは日本の家電メーカーです。特にすごいのがこの赤い線、冷蔵庫なんですね。最大の消費ですよ、家庭内で。その冷蔵庫がなんとマイナス 90% も節電してるんですよ。僕は AP バンクももちろん関わってるし、未来バンクとか天然住宅バンクとかバンクいっぱい作ってるんで、お金に里いんですね。でそこで考えちゃいました。この古い冷蔵庫をお持ちの方がいて、でもお金がなくて買い替えられないと言っている。
だったらここに融資しちゃったらどうなるだろうということで徹底的に計算をするんですね。測定器入れてでいくら電気料金安くなるかって計算しました。そしたらこの冷蔵庫の場合安くなる電気料金が1年間に27,328円安くなるっていうのが分かりました。そこで我々1年あたり2万円かける5年分で10万円その方に融資しました。そうするとご本人は1銭も持っていなかったのに借りたお金だけでタダで冷蔵庫入手、そこから安くなる電気料金27,328円の中から2万円ずつ5年間返済して返済終了。この5年間も毎年7,328円得してるんですよ、借りた人はね。その後冷蔵庫というのは平均で 12.7 年使われますので残り 7.7 年でさらに20万円得します。最初から最後まで損するどころか得しかしてないでしょ。得しかしてないのに電気消費激減です。最大消費の冷蔵庫9割も減らしちゃいますので、ですからものすごく電力料金も安くなるわけです。得しかしなくてもできます。だから僕は努力忍耐なんか嫌いですね。そしてね、皆さんに努力忍耐はいらないけど1個だけ守ってほしいことがあります。それはもし家電製品を買い替えるチャンスがあったら最も省エネになっているものを選んでください。それだけで従来の電気消費の半分まで減ります。従来だと太陽光発電で 3.8 キロワット必要でした。ところが半分に減りますから2キロワットで足ります。その屋根の上の広さは8畳間1つ分に過ぎない。8畳間1つ分の屋根の広さと命がけでやる原子力が同じ価値になるんですね。だったら僕屋根使った方がいいんじゃないのと思うわけで、しかも日本の技術ってさらにすごくって岡山大学の先生が作ったグリーンフェライトという太陽光発電、こいつなんと従来の100倍発電するんですよ。だから8畳は1つ分って言ったけどその100分の1で足りちゃいます。2013年には実用化を目指すっていうんだけど、これ多分ね業界に潰されると思います。でそこでね、僕は新しい仕組み作っちゃうと思ってまして、インターネットのホームページ上にこれ買うっていうつもりのある人を募集します。100万円だったらあなた買えますかっていうのが1万人集まったとしますね。100万円を出すという人が1万人いるんだけど、お宅の工場で作らないって言ったら作るに決まってんじゃないですか。だからそうやって新しく自分たちの側から作っていってしまえばいいというふうに思うんですね。だってジャスミン革命はフェイスブックでやっちゃったわけですよ。だからこういう SNS とかが新しい市場を作らないわけがない。だったらテレビ、ラジオ、新聞なんか全然当てにしなくたって自分たちの新しいメディアで社会を作っちゃえばいいというふうに思うんです。でそれで我々こういうホームページを作ろうと思ってるんですね。でそこには私自身がやってる体によくて森を守れてっていう天然住宅っていうのもそこに出すんですね。そしてネオニコチノイドっていう危険な農薬を一切使ってない梨とかいうのも出そうと思ってるんですね。そうすると梨1箱2000円と住宅2000万円が一緒に並ぶんですけど、クリックし間違えると大変だみたいなことになったら面白いなと思うんですけど、でそんな風にしていったならば面白い社会作れます。これ実はもうすでにできているもの、パーソナルエナジーという会社がこのバンの後ろに乗ってるやつ、これだけで家の電気足りちゃうんですよ。バッテリーです。15年以上持ちます。ただまだ値段高い、650万円します。ただし国が補助金を半分出してくれるので約300万円で現在買えます。そうすると太陽光発電と、省エネ製品とそのバッテリーの優れたものを実は日本にゴロゴロあるんですよ。世界一優れたのことごとく日本人が作ってますので、それを電気自動車に入れるか床下に突っ込むかすれば家ってもう電気足りるんですよ。それだけで、だったらもう中部電力のお世話になる必要ないから、中部電力のお礼切れ機をお招きしてお礼言いましょう。これまでどうもお世話になりましたということで、そして送電線をみんなで磨き上げてリボンつけてテープカットしちゃいたいんですよ。もう必要ないんだからバチンと切っちゃう。
で、これやると電力会社真っ青になります。我々の電気消費は 23.4% しかないのに、我々が払っている料金は 34% です。我々が一番払わされてるんですよ。だから独立しちゃった方がいいと思う。太陽光発電は今でも買いです。なぜならば、例えば三島新金ってあそこ 1% で貸してくれます。600万円まで。自然エネルギー、バッテリー、その他もろもろね、省エネ製品も。で、だから三島新金に行って、そこで 1% の金利で借りて太陽光発電買った。そして返済は従来と同じ額の電気料金を返済に当てていくと10年で元が取れます。電力会社になんてもう頼る必要がなくなる。そして 2,3 年経つとバッテリー急激に下がってきますから、下がったら次にバッテリーを入れていけばいい。それよりも一番儲かるのは省エネですからね。だから省エネをする。そういうふうにやっていったら、我々電力会社なんかに頼っていく必要がなくできるんです。こういう家の中で自給することをマイクログリッドというふうに呼んでますが、それもともとは地域の中でやるスマートグリッドをちっちゃくしたものなんですね。このスマートグリッドって今世界最大投資額、世界で一番お金が集まっているのがこのスマートグリッドです。地域の中でインターネット回線つないで、こっちで生まれた電気をこっちに届け、こっちに生まれた電気をこっちに届け。なんせ電波の速さというのは光と同じで秒速30万キロですから、瞬時にこう調整していくわけです。これがスマートグリッド。そこに必要なのは5つの技術、これらです。省エネ製品、バッテリー、電気自動車、自然エネルギー、 IT 技術、この5つなんですが、この5つについて世界で一番優れている国はこの日本なんですよ。だったら原子力なんかどけて、そこにスマートグリッド入れてっちゃえば、日本は世界で最高の競争力を持てます。そっちの方がいいと思いませんか？原子力なんかに付き合うよりも。で、そっち側に進めていってしまえばいい。それは我々がどれだけ自立心を持つかによって決まるんです。電力会社なんか頼っても無駄なところに頼るのはもうやめた方がいいと思う。それよりも自分たちで自給してやっていってしまうということの未来の方がずっと素敵な仕組みを作ると思います。そしてね、これ僕が今年の夏、福島の子どもたちを西表島に連れて行った時の写真なんですね。で、子どもたちはなんと最初ね、10分以上外に出ちゃいけないと思い込んでいて、で、雨が降ってくると必死に逃げて、そして海には絶対入っちゃいけないって教わっているから、海にも入ろうとしなかった。だけど1週間も経つとですね、もういくら遊んでもいいんだって気づいて、親たちに何の連絡もせずに勝手に海に浸かってたりするっていう状況になったんですね。木には登るわ、すっごい元気だった。ところがね、最終日には那覇空港からまた帰すのは福島なんですよ。そうするとこの子どもたちはまた10分以上外に出てはいけない、雨からは必死に逃げなくちゃいけないという暮らしをまたすることになってしまうんです。僕らが伝えるべきことはこういうリアリティだと思う。なんで子どもたちにこんな思いをさせたんだ、で、子どもたちがなんでこんな思いしなくちゃいけないんだ、そのことを他の人に伝えるべきなんであって、再循環ポンプがどうした、シュラウドがどうした、沸騰水が、加圧水型が、そんなのどうだっていい、そんなことじゃなくて、我々が多くの人たちに伝えるべきものはリアリティだというふうに思うんです。そのリアリティを伝えていくことで我々が生きていけるようになってしまうことが大事じゃないかというふうに思います。そしてね、それぞれの地域の中で地域をダメにする人とうまくやっていける人には非常に簡単な違いがあるんですよ。地域をダメにする人は必ずその地域にないものを言うんです。高速道路がない、新幹線がない、ゲートボール場がない、ないものを言うやつが地域をダメにします。逆で地域を復活させられる人は地域にあるものを見出す人です。ここには空気が、ここには山がある、ここには木がある、ここには風が吹く、光が差す、あるものを探せる人が地域を起こせる人です。例えばこれアイスシェルター、これ洞爺湖で、の近所にある農家で撮ってきた写真なんですけど、これどういうものかというとですね、裏側から見るとこんな扉がついてましてね、
この扉を冬場のねマイナス20度になった時扉開けるんですよ。そうすると瞬時に水が凍るでしょ。この中には、その断熱材の内側にまあ風呂桶みたいなものがずらーっと並んでるんです。それが瞬時に凍るわけですけど、氷って凍る時に熱を出すんです。そのおかげでマイナス20度なのにこの施設の中は0度きっかりの温蔵庫になる。しかも普通エアコンとか使うと暖房しても冷房しても湿度が下がるんですよ。これは湿度が 100% の湿度の高い状態を作ることができるんですね。そしてここの中に野菜をしまってます。野菜は湿度が高い状況で保存すると生きたまんまです。全然傷みません。そしてなおかつ面白いのはジャガイモが、北海道ジャガイモ多いのでジャガイモはですね0度になると身を守ろうとして糖度が高まるんですよ。で洞爺湖サミットっていうのがあって、その時に使われたホテル、ものすごい高級なホテルで1泊5万円っていうホテルだけど、そこにすごい見事なやっぱり料理屋が入ってて出すんですけど、その食材全部ここなんですよ。だからこれはその寒さという非常に不都合なものを逆手に取ったわけですね。逆手に取ることによって非常に優れた仕組みにした例です。そしてここの掛川で毎年やってる AP バンクフェスですけど、これはミスチルの桜井さん、小林武史さん、坂本龍一さん、その3人だけが出資して環境にいいことや地域おこしにだけ融資をする。しかも金利は 1% 単利固定で融資をする。でその資金源はミュージシャンたち全部手弁当で来るんですよ、一流のミュージシャンたち。そしてこれで稼いだ額の中から実は半分税金に持ってかれるんです。残り半分を資金源にして融資をしているんですね。例えば、ごめんなさい、ここちょっと飛ばしちゃいましょう。例えばこんなところに融資しました。埼玉県比企郡小川町、ここでやってるプロジェクト、これ200万円ほどで作ったものですけど、ここ金がなくて作れなかったんで AP バンクで融資をしました。どういうものかというと、近所の団地から生ゴミ集めてきます。その生ゴミをあそこのミキサーからちょろちょろちょろっと中に入れる。でこの中には向こう側に黒いパンパンに膨れ上がってるゴム風船がありますが、同じものが入ってまして、そこに空気に触れない状態でドロドロになった生ゴミが流れ込むわけです。空気に触れないところで微生物に分解させると必ずメタンガス発光します。メタンガスが取れる、別名都市ガスです。ですからそのまんま発電機につないで自然エネルギーからの電気だということで東京電力に高く売ってます、ここの場合。そして最後に余った液体ですね、それはこの500リットルのタンクに入れて近隣の有機農家に売ってます。液体状の肥料、液肥として売ってます。でこれがまたすごく持続性もあるいい堆肥になるものですから、どんどん人気が出て、その結果ここ捨てるゴミありません。そしてここにですね、こういうものを AP バンクで融資をしてできた途端にあちこちから見学者殺到なんですが、ある時九州の福岡県の大木町の役人職員の方が見に来られたんですね。大木町困ってたんですよ。これまで糞尿をですね集めると全部海にぶちまけてたんです。いやでも別にそんな有機物だからあんまり危険じゃないですよ。で全部捨ててたんですが、ところがロンドン条約で禁止されちゃったんですよ。で困っちゃったっていうことで、その処理に困ってここに見に来てこんなことやれるのいうことで見に来た結果こんなものを作ったんですね。メタン発酵素、これだから糞尿全部ここに入れます。だけど糞尿だけじゃ足りなかったんですよ。もっとガス作りたいし、もっと堆肥作りたい、液肥作りたいということで、町の人たち1万2千人いますが、その人たちに生ごみ分けて出してってお願いしたんですね。その結果全部生ごみ分けて出してもらって、ここでメタンガス発酵させて発電して、最後の液体状の肥料は近隣の農家にタダで配ることにしたんです。普通肥料の認可も取って。でところがね、これもともと少しは匂いますからね。ですからこれは迷惑施設なんですよ。
ところが苦情はほとんどなかった。ごく少数あった苦情というのは、それこれ町の真ん中にあるんですよ。で、町の端っこの方の農家から、なんでうちのそばに作ってくれなかったんだっていう苦情だけでした。迷惑施設のはずなのに大歓迎施設になってるんですね。こういうふうに僕らとしてはやっていきたいのは、小さな動きを一つ起こすことで、それを真似してくれて各地域に緑の点がいっぱいできてくることなんですよ。みんなすぐ社会を緑にしようっていうと、法律かなんか作って巨大なハケで緑に塗ればいいって考えるんだけど、僕はそういう発想って間違いだと思う。そうじゃなくて、市民がちっちゃな緑の点を各地に作っていく。そしたらね、少し話してみたら真緑の社会作れるじゃないですか。そっちの方が市民らしいっていうふうに思うんですね。そういう形での活動をしているんです。で、その結果どうなるかというとですね、ゴミって実は余すところなく使えて、最後に残るのプラスチックですね。で、プラスチックはね、保存すればいいんですよ。なぜならばプラスチックって石油に戻せますから。石油なくなるでしょ、必ず。今どんどん値段上がってきてる。で、この石油が値上がりしたら掘り返して使えばいいからです。ですから、リサイクルの究極の方法は保存することです。そうすれば捨てるもんなんて何にもないいうふうにすることが可能だからです。これは先月出かけてきた佐賀市の下水処理の仕組み、ここにですね、日量4万8千トンの、やっぱりうんことかがドーッと流れ込むわけです。ところが、ここに入ってきた途端にここで、ここの液体を流し込むんですね。ここで処理した処理水をここに流し込みます。その途端に微生物が一気にこれを分解していくので、匂いここでピタッと消えるんです。で、そしてその後ですね、処理した後の水ですけど、この水ですね、アンモニア体窒素が多くって、ここは有明海に接していて、すぐその流した先が海苔農家なんですよ。その海苔がですね、よく育ちます。実は海苔の栄養っておしっこですからね。今韓国からの輸入が多いですが、韓国人のおしっこを我々食べてるわけです。で、ここの場合ですね、このアンモニア体窒素を流すことで、ものすごく見事な、海苔が育つんで、なんと 10% 高く売れてるんですよ。で、1年間の売り上げ11億円なんで、この水のおかげで1億円儲けてるんですね。で、そしてこの水なんですけど、と同時にですね、こんなものがついてましてね、ここの、向こう側が今の水のプールで、ここにこうロープが、ホースがついてて上に上げてあるんだけど、このホースを倒した途端、水がジャーッと出てくるんです。で、この水をですね、近隣の農家がもらいに来るんですよ。微生物で発酵している水なので、微生物がたっぷりいるんですよ。で、こいつを水田に使うと農薬がいらなくなるんですね。じゃあ一体どんな微生物を使ってるの？もともと EM 菌を使おうとしたんです。ところが EM 菌って成分を公表していないので、本当に今も EM 菌と同じ状態になってるかどうか分かんないんですよ。それで頭きて喧嘩しちゃいまして、自分で細菌見つけちゃいました。そしてそこにもう一つすごく優れたものを入れてます。キト酸。キト酸ってこれ、カニの甲羅とか昆虫の硬い部分とか、あれ全部キト酸なんですけど、キト酸って我々風邪ひいた時に抗生物質って飲みますね。あれとほとんど同じなんです。で、そのキト酸を時々様子を見ながら入れていって、変な微生物が繁殖しだすと、そのキト酸で止めちゃうんです。で、そういうふうにコントロールしながらやっているもんですから、このキト酸の効果があって水田の場合無農薬でやれてしまうんですね。で、これ夏場になるとガンガン農家が取りに来るもんですから、海苔の漁業者とちょっといざかざになってます。こっちにもっと流せればね、いうような状態になってる。そしてここの場合、ガスもまた発酵させてます。さっきと同じ仕組みで。で、ここで面白いのは、普通は大きな発電機作るのに、ここはちっちゃな発電機ずらーっと並べたんですよ。だから必要な数だけ発電させればいい。大きな発電所だと、わざわざその装置に合わせるためにゴミを増やさなくちゃいけなかったりとか、いろいろ面倒なことが起こるので、いや、その生物の調子に合わせて発電機を
数を変えればいいんだっていう考え方でやってます。そして、最後に下水スラッジって出てくるわけですね。うんこです。でこういうのがドバドバッとこう出てくるわけですけど、こいつをですね微生物に分解させます。でどうやって分解させるか、枯草菌、枯れ草菌、納豆と同じ枯れ草菌です。しかも特殊な枯れ草菌で80度でこれを分解していくので、こんなびちゃびちゃになってるのがあっという間にカラカラに乾くんですよ。でその結果全部堆肥になります。で堆肥にするときにはもみ殻を混ぜ込むんです。もみ殻を混ぜ込むと、もみ殻が残ったところが糸状菌、糸状って書く糸状の菌の発酵の住まいになるので、この堆肥完全熟肥です。でそのおかげでこれをですね農家に持ってっていいよって当初やってたら片っ端から持ってかれちゃうんで、今値段つけてます。20円、1キロ20円とか言って、でも1キロ20円って言ったって別に測ってるわけじゃなくて、あの昔、今でもほらあの地方に行くとあるでしょ、こう箱が置いてあってお金入れてくださいってやつ、あれが置いてあるだけなんですよ。それでみんなあの買っていってはそこに金を払っていくっていう形で運営してます。こうやってやってったら、なんとここの施設、他の下水道の施設と比べて1年間の経費が1億5000万安いんです。すごいでしょ、こんなこといくらでもできるのに我々何やってきたんだろうと思いますね。そして僕は天然住宅というのをやっていて、そこで林業にも携わってます。その林業で一番問題なのは、日本の木を育てる育林費ってやたら高いんですよ。これじゃ国際競争力勝てないですね。ドイツの倍ほど、アメリカの10倍ほど高いんで、こんなんじゃダメだ。じゃあ一体何に金使ってんだって調べてみると、下草刈りが一番金かかるんですよ。そしてですね、あと除伐間伐とかこういったものがかかるんですが、今日は一部だけ紹介しますけどもね、その下草刈りをしてない状態、こんな状態になるんです。もうむっちゃくちゃ草生えまくりで、で杉のてっぺんまで、あれクズなんですけど、クズが登ってっちゃって殺しちゃうんですよ。だけど我々森にも一切薬使いません。だから除草剤なんか絶対使わないので、全部手で刈るんです。それが大変なもんだから、職員の人たち夏場になるとノイローゼになっちゃうんですよね。でもう辛いとか言って、そこで僕らは今年の4月にここに秘密兵器を投入しました。秘密兵器、牛です。森の中に牛を飼ったんですね。森の中に牛会うのって結構ドキッとしますけど、でその牛をね4頭入れたんですね。でそしたらその牛が大好物なのが熊笹なんですよ。熊笹狩るの大変なのに、この牛たちはせっせとその熊笹食ってってくれて、で大嫌いなのが杉とヒノキなんですよ。絶対食わないんです。なんて便利な生き物だろうっていう状況なんですけど、そしたらね、もう現場の職員の人たち喜んじゃって、その4頭の子牛をねベイビーちゃんとか呼んじゃってて、で1頭でね2ヘクタールの草食ってくれるんですよ。だけど我々ちょっと管理がルーズなもんで、まあ我々260ヘクタールの森なんでね、そこの真ん中あたりに飼ってるんですね。で電柵をつけて、そこから出ないようにビリッとする電柵つけたんだけど、いつ行っても山の中行ってみると、その電柵の外にいるんですよ、うちの牛たちは。でところが我々の姿見かけると、まずいまずいっつって中入るんですよね。まあ本当に何のための電柵かとは迷うんだけど、まあいいかなと思ってやってます。でそしてね、牛たちがうろうろした後ってこうなるんですよ。見事でしょ。コスト5分の1ですよ、従来の。でコスト5分の1で見事に草をきれいに食ってくれます。そしてね、今度間伐の方、間伐してない森ってこんな状態で、下草が生えない、日が差さないから、どんどん土が流れちゃって根っこが浮いてくるんですよ。でこれが本当に荒れちゃった森なんだけど、これらの荒れた森も間伐してやると、これ間伐して2週間あっという間に草が生えてくる。でこうやってですね、あの綺麗な森に戻すことできるんです。ところが間伐をするときに木ってめちゃくちゃ重たいんですよ。だから素人にやらせると、自分の側に倒れてくると死んじゃったりすることもあるんで、素人にさせられないんですね。でプロが付きっきりで脇で見てると、
プロがチェーンソーでやっちゃった方が全然早いわけで、だから素人には手出しできないというふうに言われていたのがこの間伐でした。それ去年から始めたんですが、皮むき間伐って始めたんですよ。杉とヒノキは4月から8月までの間だけ皮をペロッと剥くことができる。なるべく上まで剥いちゃいます。木は死んだ後に皮が残っていると木鉢というのが入り込んで飛び腐れっていう木の中にシミができちゃうんで値段が下がるんです。だから我々その皮はきれいになるべく剥がすようにします。これだと危険性ないので、小学校2年生の女の子もこの皮むき間伐一緒にやりました。そしてですね、これが皮むき間伐した時の様子で、白くなってるやつが剥いちゃったやつですね。でそしてそれを下から見てみると、少し経つと分かんなくなっちゃうんですよ。色がだんだん茶色くなるんで。でも上見ると葉っぱないでしょ。で葉っぱがなくなると日が差すでしょ。間伐したのと同じ効果が出るんです。皮むき間伐という方法、これで立ち枯れをさせるんですね。ところが立ち枯れするときに葉っぱが死ぬまでの間に一生懸命木の中の水分を抜くんですよ。その結果葉枯らしって吉野杉でやってるのと同じ非常に綺麗な木材が取れるんです。そしてその綺麗になった木材ですね、生きてる時は含水率 250%、 それが 30-40% に下がります。直径30センチ長さ4メートルの柱を女の子がひょいって担いでますね。あの木材担いだことある人は分かりますね。これ生きてたらめちゃくちゃ重たいんですよ。ところが人が運べる。だったら、もう林道がないから林業できないのって言い訳いらないですね。人が運べばいいですから。そういうふうにすることでもっと効率的に、間伐、そして我々これを種伐にも使いますというあの材にして売るためのものも全部これをやっています。こういうふうにすることでコストを思いっきり下げることができるんです。そしてですね、もともと日本の林業が成り立っていたのは新炭材、エネルギーとして利用していた方がはるかに大きかったんですよ。それが全部なくなってしまった。石油や天然ガスに入れ替わることによって森は荒れることになったんです。だからバイオマス、木材を使った熱利用に戻していけばいい。オーストリアで戻しました。石油の時には9人しか雇われませんでした。木材に変えたら135人です。15倍雇用増えてるんですよ。こういうふうなやり方できるんだから、こういうふうにやっていった方がいいんじゃないかというふうに思うわけです。そして先ほどの話に戻りますが、僕は努力忍耐が嫌いだと言いましたけども、その根拠はこれです。日本の家庭は先進国の中で最も省エネをしている国です。アメリカの約3分の1、ヨーロッパの約3分の2しか消費してません。我々は胸を張っていいんです。世界で一番省エネしてます。ところが、その政府とか自治体とか電力会社が皆さんのライフスタイルのせいでどうのこうのって言ってくるわけですね。図が高いですよ。だって日本人は一番省エネできているんだから。しかも中身を見てみると3分の1が電気、3分の1はお湯、3分の1は暖房です。つまり3分の2までが熱利用でしょ。だったらそこに熱利用をしなくて済むようにしましょう。まず常に自然エネルギーの前に省エネですからね。熱の省エネは断熱です。断熱すべき場所は必ず窓、窓から半分の熱が逃げていくから。で我々こういうのを作ってみたんですよ。これ北側のマンションの部屋の窓でびっちゃびちゃに結露してものすごいこう、カビがたまるんですね。そこの3のところに木製のサッシをもう1個入れてみました。というのはアルミっていうのはものすごく外の熱を内側に入れちゃうものなので、それを木材の作ったサッシを入れてやるとなんと1800分の1しか熱が入ってこなくなるんですよ。だから1800分の1に下げるには内側に1個木製のサッシを入れちゃえばいい。これやりました。でそれやる前とやった後でどう変わったかグラフも取ってみました。そしたらこっち側がビフォア、こっち側がアフターなんですが、緑の線が1メートルの高さの温度、赤い線が足元の温度です。ものすごく下がったんですね。ところがそれアフターにしてみたら
全然足元の温度と胸の温度が変わらなくなった。ここのマンションでは暖房器具使わなくなっちゃいました。あるオフィスでやったら、そこのオフィスは朝1時間しか暖房入れなくなっちゃいました。そして一番人気が出たのが女子職員に人気が出ました。というのは冷え性にやたらいいんですよ。なぜならば窓があるということは、窓のところから冷気が真下に落ちて床を張っていくんです。だから寒いんですよ。でところが下の温度が同じ温度だと全然寒くない。だからすごく、冷え性の女性たちに喜ばれたんですけど、そうするとね、もう一ついいことがあって、みんなこっそり自分の机の下に電気ストーブ入れてることが多くって、これが実はオフィスの火災の第一原因なんですけどね。それをみんな使わずに済むようになったんで、電気ストーブってやたら電気食って高くてしょうがないんですよ。それを使わずに済んだから、それだけでコスト下がりました。その上で自然エネルギーであるペレットストーブ、薪ストーブ、ペレットボイラー、薪ボイラー入れていきましょうよ。そのペレットストーブであれば燃料はたかが木くずでいいわけです。この木くずを利用するだけで一滴の石油を使わなくても自給できちゃうわけでしょ。それをね、切り出すとき、このペレットの木材の時には、家を作る材料じゃないから4メートルの長さなんていらないんですよ。だから50センチぐらいに玉切りしちゃって、でこれ車のチューブ、それをこうやって並べたんですね。ここにポンと放り込むとシューッと走って下まで降りていくんですね。でこれやると車もいらないですね。トラックなんかいらなくたって、これでできてしまう。そしてそれを、ペレットストーブで使えばいい。これはハウスで使った事例です。ハウスにペレットストーブ入れてみたら、なんと従来の重油よりもランニングコストが安かったです。しかも減った分の二酸化炭素の分は生協が買ってくれたので儲かるだけでした。そういうような仕組みが作れちゃう。そしてね、お金を地域の中でこうやって回したら地域が活性化します。国内で回せば国内が活性化します。だけど海外に流してしまった資金というのは全く国内経済も地域経済も活性化させないんです。だから経済にとってダメなものは自給率が低いもの。食べ物自給率低いですね。木材も自給率低いです。でも日本で一番低いのはエネルギーです。わずか 6% しか自給してなくて 94% 輸入なんですよ。石油、天然ガス、ウラン、石炭、この4つだけのために日本は一体いくら使っているのか。日本の実質国家予算って40兆しかない国なんですね。40兆しか国家予算のない国で、実に 23.1 兆円も海外に届けちゃってるんですよ。この 23.1 兆円、1都道府県で割ったら5000億円ですよ、毎年。それをみすみす無駄にしちゃってる。国内でエネルギー作っちまえば、毎年5000億円を県内で動かすことができるのに、わざわざよその国のものを買うことでダメにしてるんです。もったいないでしょ。これを地域の中でやっていくことができたら、雇用者数、先ほどの木材でオーストリアで15倍、自然エネルギーでドイツで12倍、雇用者数やたら増えるんですよ。でそして地域の中で金が回るから、地域はものすごく豊かにしていくことが可能になります。そして、先ほどの、イクリン比に戻ってみると、どれぐらい下がるか、これが従来ですね。これが今言った仕組みを入れるとここまで下がります。ドイツの反対ですね。あと森林組合の管理費を下げればアメリカにも負けないというところまで持っていくことができます。我々知恵が足りないだけなんですね。そしてまたね、森をもっと豊かにしたいって思ったら、森の木材以外に特用林産物っていうのも金を生みます。特用林産物って特別な用途の森の産物のこと、例えば山菜とか木の実とか、そして虫や動物もそうですね、そういうものも産物にできる。これ、竹害です。今竹が山に向かってどんどん登ろうとしているところ、これが黄緑色のが竹ですね。これ竹害って言ってるわけですけども、ところがこれを宮崎の人がこうやってやってた。
何かというとこれ、草刈り機の鎌を10枚ぐらい並べてモーターで回して、そこに竹を当てて回していくと、この竹がパウダーになります。でこれビニール袋に入れとくだけで、竹の中には乳酸菌が住み着いているので、乳酸菌発酵します。これが豚や牛の餌として大好物なんですよ。一度食わすと、それが入ってないと食べなくなるほど大好物です。そしてここの中に生ごみを入れると2週間で消えます。そして入れても入れなくても、これを土の中に入れてやると土壌改良効果が抜群にあります。だから竹って実はものすごく使えるもんなんですよ。そして僕の友人のペレットストーブ屋がこれ作ったんですけど、これ竹のペレットなんですよ。で僕はね、これ見た途端、これ燃やしちゃもったいないっつったんです。なんでかというと、これ餌にできるじゃないですか。乾いた状態だからこのまんま保管が効いて、必要になったらここに水をかけてビニール袋にキュッと縛れば、自分で勝手に乳酸菌発酵しますよ。そうしたら日本で今食料自給率低い理由はアメリカからの配合飼料のせいなんですよ。これを日本の竹に変えたら、今の食料自給率カロリーベースで 40% のものが 52% まで上がります。だからそれだけのことでできるのに、なんでしないの。我々知恵が足りないだけなんですよ。我々知恵さえあれば、もっと素敵な社会を作っていくことが可能です。この世の中に無駄なものなんて存在しません。その使い方を理解していない、自分のバカさ加減を放置しておきながら、地区外とか言って外にしちゃうわけですね。そっちが間違ってる。だから単純な一本線で社会を考えようとするからおかしくなるんだ。それぞれにはそれぞれの役立て方があるというのが大事だと思います。そして僕は最終的にはお金に頼らない部分をどんどん広げていきたいんです。今ね、というのは、こういう言葉あるの知ってます？就活自殺。今年は大学卒業して就職できる人の割合が 59%。 だから 41% 大学卒業して失業するんですよ。で、そういう社会の中で就職できなかった人たちがどんどん今自殺しているという社会に今なってしまっているんです。だけど僕はそんな馬鹿げたことはもうやめさせたいと思う。みんな金がなければ生きられないと思ってるからそういうことになるんだ。だからそうじゃなくて、金に頼らない部分をもっと広げていくべきなんだというふうに僕は思っています。だからお金に頼らなくても暮らせる部分を徐々に広げていくこと、近隣の農家の手伝いをして野菜をもらうとか、いろんな生き方ができるようにしていくことが大事だと思います。そしてできれば資産だけで生活できれば一番いいですね。だけど資産をまず皆さん勘違いしてる。車、ヨット、別荘、これ資産じゃないですよ、負債ですよ。なぜならば持ってると金がかかるでしょ。持ってて金がかかるものは資産ではありません。これは負債です。で、そしてもう一つあります。じゃあ持ってて金が得られるものってやっぱりそんなにあるわけじゃないし、そこまで金持ちな人もあんまりいなそうな感じがするんで、そうするともう一つあるんですよ。支出を減らせるもの、それも資産です。だから将来の資産、家建て替えないで済むほど、きっちり立派な家だっていうのもいいし、雨水利用して水道料金、下水道料金が安くなったっていうのもいいし、太陽光発電を利用して電力会社に払う分がなくなったでもいいし、で、木材カスを燃やすことでガス代も払わずに済むようになった、灯油代もいらなくなったでもいい。こういうふうにして僕はいろんなところから食えるようにしていくことが大事だと思います。今はみんな会社にぶら下がって生きてるから、会社クビになると死ぬしかないんですね。これセキュリティ低すぎです。そうじゃなくて自分を中心に置いて、会社からも収入を得てるけれども、と同時に地域の農家のお手伝いをして野菜がもらえる、これも資産です。 NPO に関わっていて儲かりはしないけれども、ちゃんと実費もらえる、それも資産。それ以上に自分の好きなことをやりたい。自分が音楽好きだったら音楽で金稼がなくたっていい、野菜もらえれば十分だ。で、そういう形で別のやり方をしていく。そうやって自分のアウトプットによって、食べていけるようにしていくこと、
これが僕一番いいと思います。でそのためには自分のアウトプットに磨きをかけていった方がいいですね。もともと日本人は努力忍耐好きすぎるんで、そこが問題ですね。努力忍耐が必要なものって向いてないことです。ですから自分に向いてることは努力忍耐いらないですから、自分が最も暇な時にしていることがその人に向いてることです。そっち側を役立てていって、自分なりのアウトプットで生きられるような社会を作っていきたい。そのために僕は金を使って金が必要な社会をなくしてしまいたいと思ってます。私たちが金に頼らなくても生きていけるような社会が重要だと思う。だからそのためには私たちは自分自身も自分の友人たちも、そして社会全体も地域も、そこに何があるのか、ダメだと言って切り捨てるんじゃなくて、逆にそこにあるものを見出していくことがとても重要だと思います。目を背けなければこの世はずっといい社会にしていくことが可能だ。だから悲観的になるんではなくて、今何が使えるかという視点から見ていくことで社会を変えていきたいと思います。先日僕ね、実はトイレの便座ってあれすごく電気くんですよ。あそこの便座ってペタッと冷たいから嫌なわけですけど、あれ例えば皆さんが座ってるところ、この木の部分触ってみて、金属触ってみると、どっちが冷たいですか？金属部分が冷たいでしょ。実はこれ温度同じなんですよ。だけど金属部分は熱を一気に広げちゃうから、熱の伝導性が高いせいで冷たく感じるんです。だから熱伝導が低いものを使えばいい。霧の木ってのは熱伝導がほとんどない。だからトイレの便座には僕は霧を使って、そこに布のカバーつけておけばそれで十分だと思います。電気なんか使う必要ないと思います。でそれをですね、私先日その話をしていたら、たまたま TOTO の社員の方がいましてね、僕提案しますかなんか言ってましたけど、提案が通って TOTO のね、霧のトイレの、座る部分が生まれたらすごく楽しみですね。こんな風にやっていけばいろんなことはことごとく解決していける。それを見出して、やっぱり僕は楽しみながら生きていくことがとても大事なことだと思います。以上でお話終わりにします。過ぎちゃってごめんなさい。どうもありがとうございました。何をやってるのかなっていうのがあるので、今日聞いた話をいろんな人にこう伝えていければいいなと思います。